ます。人が来たよ。ちょっと申し訳ない。今日のお客さんはカスケードの玉戸ひろし。ニューアルバムバタフライリミテッドエクスプレスの発売も6月13日に決定。さらに7月29日からは全国9カ所を回るツアーもスタート。そんな今後の展開から目が離せないカスケードが今夜は遊びに来てくれました。いや、なんか飲みますか？なんか、じゃあ、お酒なぞ。お酒？何頼むなの、こっちで酔っ払うなんて。本当だよ。はい、ほら、ジュースがコンビニみたいでしょ。あ、でもレモンはある。うん、レモン好きなんですよ。あ、レモン好き、レモン好き、うん、じゃあレモンで。レモンジュース。レモンジュースなんてない。レモンジュース、いや、これオレンジだよ。レモンジュースって言って出せばいいよ。締めよ、締めよ。あ、イチゴ食べませんか？イチゴありましたよね。まあ、ズズシはね、結構ね、なんかいろいろ、そんな欲しいものをたくさん、ね、はいはいはい、うん、はい、じゃあイチゴ、はいはい、手で食べる。ようこそ。なんかさっきもね、言ってましたけど、ね、お酒好きなんですか？お酒好きっすね。じゃあもういつもお酒グビグビ、うん、だけ飲みますよ。飲みますね。何酒飲むんですか？何酒？あ、日本酒とか。焼酎。焼酎？焼酎。ロックで？ロックでも飲む。ロックでガーってみんなで一人でも飲む。一人でも飲む。どうしてるんですか？一人で飲んでて。で、飲んで、なんていうかな、音楽かけたりとか、こう照明結構ボコ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 ってあるんですよ。それをみんな、なんで怖いの？面白いのはね、僕だってお酒外に飲みに行って、うん、はしごっていう、よく、うん、ここ飽きたから次行こうとかじゃないですか、うん、それを部屋の中で一人ではしごしてるんですよ。例えば、最初ここで飲んでて、2時間後にあそこで飲んでる。怪しい。変だよ、それ。一人で居酒屋とかも行くよ。一人で行く行く。この間白木屋行った一人で。周りすごいですよね。いや、そうなんよ。ほんで行って、それでいて、朝のもある4時とか5時とかやったら、もうなんかこう空いてないやん、なんか飲み屋とかが、うん、で、しゃあないから、まあ、仕事帰って4時か5時ぐらい行って、で、なんかもう隣のね、専門学生みたいなやつ、ね、うん、なんかもう寂しいのなんて言われて。普通は思うよね。うん、他にどっか一人で行ったりとかするんですか？この間映画一人で見に行ったの。そういや、かわいそう。行ってあげようか。ほんま？そんなこと言うて、あなた本当に、うん、今適当言っちゃったけど。よく行かないんですか、二人で？ツアーやってますからね。うん、なんかライブツアーやってる。ツアー？ツアーの終わりに、うんうん、みんなで、うん、わーみたいな。わーみたいな。わーやる？わーいいね。わーやる？わーやりたい。わーしてる？わー、ぼちぼちしてるよ。わーわー、忘れでしょ、バンドの人とかって。うん、なんかね、うん、なんかすごいバンドの人たちって大騒ぎして、なんかもう、腹踊りとかさ、なんかわかんないけど、すごいふざけたイメージがない。すごいよね。わーみたいな。あーね、そうなの。結構普通やな。普通ですよ、うん、僕らは、うん。バンドで喧嘩したこととかないんですか？ないね。なんかみんな個々に。個々に。あんまり個々それぞれ、なんか、それぞれ人の、なんかメンバーのこと関与しひんって感じだから。この人はこういう人なんだなって結構割り切ってるっていう。そうあ、でもね、温泉行くって話はちょっとある。うん、そう。温泉？温泉。ツアー最終日になんか。二人でじゃない。みんなで、みんなで。みんなで。うん、で、あと一人に。前隠して。前隠して。それはそうでしょ、男同士でも。あ、そうなんだ。そうそうそうですよ。え、女の人は隠さないの？隠さないの？もう私、すっごい隠す。私、ゴーグルするもん。うん、なんで？絶対嘘や、それ。いや、本当。なんで？だって私見るのも恥ずかしいでしょ。なんで？道パッて見てハッてもう、うん、あーって どうしていいんだか分かんなくなるでしょ。え、全然恥ずかしくない？最初恥ずかしいけど、うん、でもなんか遊んでるうちに楽しくなりそうじゃない？もうタオルポーンみたいな。ポーン、ワイルドにポーン。マジマジで。いい温泉があったんや、そういや、あのカタアラってとこ。カタハラ？カタアラ。カターラ。そこジャングル風呂になってて、うん、24時間やってて、あの混浴やねん。これなんか滑り台で入場するんですよ。すごいね。滑り台で入場。いいね。シューって。シュー。でも恥ずかしいんですよね。いや、もう絶対もう優香ちゃんのそんな姿見れないもんね。なんで大変だ。それを見たらもっと仲良くなれるかもしれないんだよ。そう裸の機会っていうのあるよね。なるほど。スポーツやってるんですか？スポーツ好き。何スポーツ？最近はやってないけど、うん、あ、でも体を動かすの好き。家にあのエアロバイクっていうのがあって。こういうやつ？いや、こうじゃないよ、こういうやつよ。何それ？いや、あの自転車になってるやつ。
自転車じゃ体にフィットネスクラブとかにあるやつ、ゴキゴキ、あ、ゴキゴキあるやつ、あれで体を動かしてるの、すぐ倒れそうじゃない、なんかねとか言って、そんなことないよ、そんなことない、結構脱ぐとすごいんだよ、聞いてない聞いてない聞いてないよ、怒らせるになっちゃったじゃん、ねえ、ボンみたいな、ボンみたいな、他はサッカー、サッカー俺団体競技わかんない、あ、やっぱり一人、あ、だからエアロバイクだ、一人でずっと、あとボディーブレードっていうのこうやって増やす、あ、あれ、あるよここにも、マジで見る、やるわ、セックスマシンガンズあるよ、ここ、そう、嫌やな、そうそう、これやってんの、やっぱみんなやってんのやってる、こうちょっと決めてる、かっこよくそれはどこにつくの、いや、ここはあの腕、腕につくの、そうそうそう、それやって、そうそうそう、こうのとか、それライブでも、ライブでやらない、みんな